皆さんこんにちは。プレゼントしたくなるおしゃれな天然酵母パンクリエイター高橋貴子です。本日は、パンですね、食べるときに切ると思うんですが、パンの上手な切り方についてお伝えしたいと思います。まずですね、パンを切るときなんですけれども、基本的に粗熱が取れた後がいいです。こう手の甲で触ってまだふーってあったかいという感じるうちはまだ粗熱が取れてなくって、焼きたてでちょこっとこう、あ、大丈夫になったなぐらいの形になった頃が、まあ、粗熱が取れたぐらい。熱いうちに無理やり切ってしまうと内装が潰れちゃって粘りが出てきてしまう形になって、これまた綺麗に切れません。あとは包丁の入れ方なんですけれども、ちょっと斜めにですね、少しクククって入れてから、その後こう切り込みを入れて刃を動かしてっていう形で大きく動かして、あまりこまめに動かしすぎないところが一つのポイントですね。であと食パンみたいに背の高いものは上からスプッとこう切ろうとすると柔らかいので潰れてしまったりするので、そういうパンの時は横に寝せて切り込みを入れていくと、そういう形でやると美味しい切り口の断面ができるかと思いますので、はい、パンの切り方もちょっと気を使っていただけるといいかと思います。